こんばんは、天勝剛長内ね。隣のワンちゃんワンワンワンでね、うちのリーちゃん、レオとリーちゃんはおとなしいと、そのあたりでね8時前か7時50の6分というところでね、今日は火曜日かね、皆さん無事にお勤め終えられましたでしょうか。でね、今日マイク入ってんからマイクなしで行こうかね、いうところで、昨日の今日のねリクエストをいただいて、ましたな。例の王順光ですかね。これはまた、ちょっと待ってくださいねっつうところでね、明日何曜日、水曜日か、明日明後日木曜日金曜日ぐらい来そう、今のとこ予定ではね。早まることも遅なることももちろんございますよね。明日アマチュアカットでね、リアリアチャンプとかでちょっとバチバチっとね、また男前障子でやってもらってまいりますからな、いうところで、頑張っていきたいなっつうところでね、気分も新たになるよな、気分も新たに。今日はリーちゃんも1時間行ったで、レオもショーだけやったか、何分行った、10分は行ってへんな、あれはね。今日はね、リーちゃんの1時間コースでね、なんか足にゃんにゃんなったな。バテた。なんか、今朝、だからリーちゃん、おしっこで3時ぐらいに起こされたからな、俺。勘弁してくれよ、ね。これなんかついてる？何これ？なんかついてる？食べられへん、これ。あれ？なんか、ね、寝込みを襲うっつうとこでね。いらんかね、そのあたりで、まあ寝込み襲ってもいいんやけど、別に怖くはございませんけどね。の一番に、だいたいレオがね来んねんな、おかしいな。リーの一大事であることでレオが来るんですが、夢の中から叩き起こされてるね、寝とぼけたりなんかで、だいたい5時起きなんでございますけどもね、やっぱりちょっと30ぐらいに叩き起こされたらきついかなっつうとこでね、散歩でバテたな、そのあたり足に来たね、そのあたりで、まあ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 来週、じゃあ来月かね、入ったぐらいからのとりあえずトレーニング行こうかと。今リハビリ途中で、今なんちゅうやろ、途中で止まってる状態ですかね。ちょっとこの後の予定がまだ入ってないっていうところでね、予定をしたこのままもうトレーニング入るんじゃねえかっていうところでね、まあ現状なんでね、こう何にも変わってませんから、正直な話。あとは今日は報告あったけども忘れた。なんか忘れ、来月はいわゆる年末ジャンボね、久々の、去年行ったかわからんけど、年末ジャンボロケっつうやつでね、ちょっと11月入ってから2週目ぐらいに出場する可能性ございますと、ね、アーチョさんが行って、いわゆる年末ジャンボ高額配当の赤いランプがまた点灯するという形になってございますのでね、だからもういきなり店開きっていうことになると、もう病気になったか宝くじ当たったかと、2つに1つという形になるのね、そのあたりでございます。まあどっちでも構わないっていうところでね、まあ病気にはなりたくないなと思うんだけど、まあ病気になったってなったら、でも家のローンがチャラになるということでね、それね。ただそれだけのことで、まあ宝くじ当たったみたいなもんやなというふうに思ってございましてね、そのあたり後にも先にもそれだけつうのね、行こうかレオね。今日も初めてアマツチャンネルご覧になってくださってる方につきましょう、チャンネル登録よろしくお願いいたしますよ。あと何ヶ月、10月もう20日超えて25日、11、12の2ヶ月ちょっとか、ああいうとこで2023年もラストまで。
皆さんと共に楽しみながら参りたいなというふうに思ってございますのでね、よろしくばお願いばいたしますよ。どうでね、行こう。レオがあのギター頭コーン打ってますけどもね、レオ目覚めたか。よし行くぞ、ね、今日これ俺にとって鹿児島はいつも泣いてた。弱で不親切で邪険な街だった。親父と黒は泥にまみれ銭を羨み、そのど真ん中で俺は打ち震えていた。ゴーゴーと不安が立ち上る住処を、凍える風が暮らしをすり抜けていった。雨どいを伝う雫を見るのがたまらなく嫌だった。逃げ出したくて思いをかきむしるだけだった。俺の人生はどこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。突き動かされるあの時のまま、そういつかの少年みたいに。乾ききれない浴衣が揺れていた。縁側の向こう遠い記憶が霞んでく。俺は今揺れる船の上に立ち、叩きつける7月の雨を見ている。全てが1秒ごとに意味深く進んでる。水平線から土手パラに日が昇る。今日と昨日とが激しく違うことを知った今、俺は鹿児島をツンツン泣く波に捨てた。俺の人生はどこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。突き動かされるあの時のまま、そういつかの少年みたいに。俺の人生はどこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。突き動かされるあの時のまま、そういつかの少年みたいに。
意地にありがとうございました。おてってが思いのほか痛くなった。よいしょよいしょ、暑い。今日はもう声出えへんな。おててが最後もうワンフレーズあったのよね、これね。だけどもうあかん思ってやめた。うん、でもギターいかんとあのアカペラだけできますか。ああ怖いな。これどうなるんやろね、最終的に。もう一曲二曲限定みたいなね、それも。短いやつみたいな、そういう風になっていくんでしょうかね。カラオケとかべしゃり一本になったりね、最後の方になったり。もうなんかあれやな、店やるようになってしたらもうギター専用になったりなんかしたりなんかしてね。カラオケ一本で行ったりなんかしたりなんかしました。そのあたりか。ああおまけをねちょっと用意してとか、君のそばに10年か。ああこれはちょっと激しすぎてな、お手手がね痛いからな。どうしたらいいのか。でもちょっと軽く押さえるやつなんかないもんね、そんなね。そんなできんもな、軽く押さえるなんて。どうしても力入りますよね。やってる時は加減できひんから、どうしても途中でやめるかなんかせな、無理なんですよね。っていうところで今日は終わっていこうかとかね。これの難しいな。命あめで打っていたやつな、ジープ。これもジャガジャガってながらな、この辺りで。うんうんうん、それでやめれるやつはないもんな。でどこで桜島なあ、たまにもできへんわな、こんな。いろいろ考えた挙句、あげく有事ろくなもんじゃねえ。痛いなぁ。レオ来たんかな。威力やった。よし、これいこう。できるかな、これ。そうだけ。人混みに紛れるとなおさら涙が出るから、花火し花火しちゃったやろか。これこそどうでしょう。君の胸の痛みは僕にわかるといいね。無理に笑顔で別れた涙色の悲しこさでくれてく街並みの中駆けてく白姿を引き止められもしないで幸せがまた一つ消えた。もう少しこの僕に大きな心があればただそれで
いんだ。ハハ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 あのリクエストね、それも行こうね。おでてがどうなろうとこうなろうとさ、行っちゃいましょうね。いい時もあるからな、で痛む時もあるしね。だいたい1曲やったらやった後は痛いんですよね、うん、それの度合いがどうかいうところで、そのあたりで大きなありがとう。8時の12分よし、速攻で言うならアップします。バイバイ、ロングロール、いい夢見てくださいね。ありがとう、お気に入り、よろしく。バイバイ。明日も元気に会いましょうね。バイバイ。